皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試面接対策就活面接と大学面接の違いについて学んでいきましょう就活面接とは就活面接という言葉を聞いたことがあるでしょうかこの就活面接というのは就職活動中の学生が受験する面接です 企業が採用者を決める、いわゆる内定を出すために行う面接のことなんです。この就活面接と大学面接の決定的な違い、それはズバリお金の流れが違うということです。これはどういうことだと思いますか少し考えてみてください。お金の流れが違うということは、就活面接の場合ですね。これは、 学生側が内定をもらった際にその後働いてて企業から学生におお金がお給料として支払われます一方で大学面接の場合は受験生が大学に対して受験料を払い「合格です」と言われた暁には授業料であったり入学のお金そういったものを大学側に支払います。つまりお金のの流れというのが 企業から学生受験生から大学と真逆になるんですねこれが就活面面接接と大学のの一番の違いになってきますここから言えることは本来の目的が違ううとということですつまり就活面接の場合は落とすために行う面接で大学面接の場合は受からせるための面接と言えるんです。やはり 企業側としてはこれからお給料を支払っていく社員に対して少しでも変なところが見受けられるなと思えば落とそう落とととそそううすする厳しい面接になってきます一方で大学面接というのは志望理由がきちんと言えて入学後何をしたいのか意欲がある人に対してはできる限り定員がオーバーしない限りは入れてあげたいなるべく受からせたいそういう面接だと言えるんですね。 このことは実際、倍率を見てみても明らかです。いわゆる大手企業の場合ですと、倍率は1500倍以上にもなるんです。1500人に一人しか受からない超難関企業と言えますね。一方で大学の面接の場合は、難関大学であってもまあせいぜい3倍から5倍程度というまあ桁が全くもって違うのが、実際の大学面接の倍率になってきます。 ですから大学面接は当たり前のことが当たり前にできれば受かる面接ということが言えますなのでしっかり準備をして自信を持って臨んでください今回は以上になります面接に対してすごく大切な考え方ですので是非復習しておいてくださいではコっスンでした